メール・ベリコビチ・バシンは、ロシアの革命家であり、26人の爆ウコミッサールの一員である。1890年に、ロシア帝国モギリオフ県チェリコフに生まれ、1909年にモギリオフのユダヤ人学校を卒業した。1910年から兵役に就いたが、健康上の理由から半年で除隊し、翌1911年から爆雨油田で技師として働き始めた。 翌1912年から、ボリシェビキの党員となり、フィリップ・マハラゼイヤ・マンメとマンメジャロフとの地遇を得た。1914年に、石油労働者のストライキを主導して逮捕され、また革命活動による逮捕を繰り返される。1917年5月には、イヴァン・フィオレト・フラと共に、石油作業労働組合組織の設立者となり、7月には、 ボリシェビキのバク地区委員会メンバーとなった。9月にはゼネストを主導し、11月からはバクウソビエト執行委員会幹部会初期、翌1918年2月には石油労働者連合初期となる。バクウ人民経済会議労働局長として、紙幣発行の監督も担当した。4月にバクウコミューンが発足すると、人民経済会議石油局長に任命され、 国有石油企業の保護を担当した。7月末にコミューンが崩壊すると逮捕され、社会革命党によって他のコミューン製員らと共に9月20日に処刑された。馬身の名はチェリコフトバクーの通りの名として残されていたが、バクーの通りはその後日ずり通りと解消されている。ありがとうございます。